ゆったりと流れる美しい雲、青空広がる中京レース場。前日に降った雨のため絶好とは言えないやや重発表となりました。このくらいの馬場の方が合っている馬娘もいますからね。さあ1番人気の紹介です。ゴールドシップ、実力は負けていません。2番人気アグネスタキオ、注目の2冠馬娘メジロライアン、8枠16番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは13番14番、ハッピーミーク、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、13番快調に飛ばしていきます。第1コーナー回って第2コーナー先頭をかけます。14番すぐに続いて13番14番と13番、2人とも鼻は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。さあ鼻に立ったのは13番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭をうかがうのは14番、3番手にはアマモクロス、その後ろから8番、1馬身離れてハッピーミーク。2コーナー回って向こう正面、先頭は依然13番、1馬身リード、続きました14番、そしてその後ろから行くのはアマモクロス、1馬身離れて8番、それを見るようにハッピーミーク、アグネスタキオ、並びかけてきた。さらには1番、少し離れて17番、それを見るように4番5番、並んできた。その後からグラスワンダー、ここは第3コーナー桶狭間ポイント、外から外からゴールドシップ、その内並んでウォッカ、少し後ろからマヤのトップがゴールドシップ、徐々に進出。先頭は相変わらず13番、続いて14番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は見合ったまま、これは直線勝負になるか。玉もクロス、ここで抜け出した。よし、さあ内から先頭を伺うのは13番メジロライア、ここから仕掛けどころだ。残り4、最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは玉もクロス、そこを回っていったのはメジロライア、まくって上がってくるメジロライア、残り200、2番手争いはゴールドシップ、メジロライア並んでくる、メジロライア上がってまいりました、メジロライア、メジロライア差し切ったゴール、メジロライア URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優駿たちの頂点が誕生です。2着ゴールドシップ、3着はタマモクロス。ナイスマッスル。